エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、フットスイッチ編で12ステップでライブを操るという話をしていきます。ライブってのはもちろんエイブルトンライブのことですね。12ステップはキース・マクミラン・インストゥルメンツさんの製品になります。接続が USB 接続なのでオーディオインターフェースに MIDI 端子がなくても使える製品になります。で今日の話なんですが、12ステップで、ライブを操るという話なんですが、その前に必要なものがあります。エディターの話は前回もしてるんですが、そこにですね、同梱といいますか、一緒に入っているファイルでスクリプトというファイルが必要になります。まずそれをダウンロードしてください。キース・マクミランさんの公式ページですね、12ステップの公式ページになります。これをちょっとずっと下がっていくと、これですね、Getting Started という項目のところに Editor というボタンがあります。これを押すと新しいページが開いて、これですね、12ステップダウンロード。 Mac であればこちら、 Windows であればこちらのファイルをダウンロードしてください。ここにドキュメンテーションというのがあるんですが、これマニュアルのことですね。これはどちらにも同梱されているので、こちらですね、ソフトウェアエディター、ソフトウェアエディター for Windows、 どちらにも同梱されているので、これを単体でダウンロードする必要はありません。エディターだけダウンロードしてください。これですね、エディター、こっちの方、 Windows と Mac だけは間違わないようにしてもらって、ダウンロードして、 ZIP で配布されているので、 Windows の場合は、 Mac の場合は DMG ですね、配布されているので、ダウンロードしたら回答して開いてください。でその中にスクリプトというのが入っています。でこれスクリプトの配置方法をちょっと動画で説明するのはちょっと試したんですが、ちょっとうまくいかなかったので、僕のブログの方にまとめてあります。動画ベースより文字ベースの方が分かりやすいんじゃないかなとも思うので、詳細欄にリンク貼っておくので、そちらを参考にしてください。で準備ができましたら、こっちのエイブルトンライブの画面に戻ります。はい、ここですね。で12ステップはもう接続してあります。接続方法に関しては前回の動画を参考にしてください。まあ USB で接続するだけですけどね。でここからエイブルトンライブを操るという話になっていきます。まずスクリプトを設定した前提なので、ここまでの間にスクリプトは設定しておいてください。そうするとですね、スクリプトを設定するとライブクリップローンチングというのが使えます。こっちですね、このモードが使えるようになります。デフォルトだとプリセットの10番に入っているので、それを呼び出します。はい、今日も手の指では押しづらいので手に靴をはめます。はい、プリセットの呼び出し方はセレクトを長踏みでエンター、で10番に入っているのでプラス10を押して0、これでクリップという表示になれば成功です。でこれでエイブルトンライブがどのように扱えるかというとですね、下段の1から7、これですね、3、4、5、6、7、これで各トラックのクリップ再生レコーディングを制御します。でエンターがシーンを上へ、マイナスオクトがシーンを下へ、でプラスオクトが上のシーンを再生、下のシーンを再生、9番が下のシーンを再生で、全クリップ停止が0です。で選択シーンを再生するのが8番。言ってる意味が分かりづらいと思うので、ちょっとやってみましょう。で今エイブルトンライブの画面ではシーンの4番が選択されてますので、一番上に持っていきましょう。シーンを上へを1回2回3回で、一番上のシーンに行きます。これで再生ボタンを、再生ボタンというか再生パッドを踏むって言ったらいいかな、の踏むとこういう風に再生されます。で下のシーンを再生を踏みましょう。この下のシーンを再生っていうのはエイブルトンライブ上のこれですね、ここに依存するので、まあ、ワンバーで設定しておけば、次の小節が始まる前の小節でこのパッドを踏めば次のが始まりますよっていう設定になるので、この状態で踏んでみましょう。
下のシーンを再生。で、さらに下のシーンを再生。上のシーンを再生。シーンを下に下げていって4番を選択して、選択したシーンを再生。全クリップ停止。こういうことになります。で、下の今ここ使いませんでしたが、ここを使えばもちろん選択されているシーンのクリップが再生されます。こういう感じ。止めるのはここ、これだけのことなんですが、これがもそもそもそのプリセットに、スクリプトとして入れてもらえるので、これだけでも十分遊べるんですが、まあもっといろいろやりたいなっていう場合も出てくると思いますんで、そっちの話は後半でしましょう。とりあえず今ここまでで、ライブクリップローンチングのモードを使いたいんであれば、公式サイトから自分の OS のエディターをダウンロードしてください。で、スクリプトを準備してください。スクリプトの準備方法はブログの方にまとめてあります。動画よりテキストベースの方が分かりやすいと思うので今回そうしてます。はい、じゃあ次の話いきましょう。もう一個の方です。ミディマッピング、これをするというのも一つの方法ですね。で、これに関しては一回クロマチックモードに戻した方が分かりやすいのでクロマチックに戻します。この CHRO ですね、これがクロマチックモードなんで、デフォルトだとこれが表示されるはずなんですが、で、これでどうなるかというとですね、12ステップから出てるのはミディ信号になります。なので通常のミディマッピングが使えるということになります。ミディマッピング、これですね、ミディマッピング、はい、これを押すとミディマッピングモードが立ち上がります。あとは通常のミディマッピングをするのと同じです。例えばこのウーマンリリースですね、これちょっと短くなっちゃったけど、ウーマンリリース、これのシーン1のクリップを再生しようとするんであれば、再生ボタンをクリックで12ステップで1番となると、ノート C2 を発信した時にウーマンリリースのシーン1のクリップが再生されます。同様にやっていけばいいだけの話です。ですね。よいしょ。はい、これだけ。で、終われば、あとそうだ、全クリップ停止は作っておいた方がいいですね。ここですね。これを押して8番に入れておきましょうか。これで OK で戻ると、これで12ステップの1を踏めば、2を踏めば、3を踏めば、4を踏めば、で止めるときには8番と、これだけの話になります。気をつけなきゃいけないのは、ミディ信号の高さですね。今ミディマッピングしたのはこれです。 C2 という高さのミディ信号を送るとシーン1の、クリップ、このウーマンリリースのクリップですね、これを再生するというふうに設定してあります。なので例えばオクターブの上げ下げができるのは前回も話してますが、これで1オクターブ上げると今まで C2 だったここが C3 になりますね。 C3 っていうのはさっきの8番になります。これを押すと反応するのは全クリップ停止ボタン、なので停止ボタンのところがピカッと光りますね。2番を押せばさっきは C2 の
クリップが再生されましたが、何の反応もしません。これは今 D3 が発信されてるからですね。なのでオクターブ、どの高さのオクターブ音域に入れたのかだけは分からなくならないようにしておくといいと思います。メモ用紙的なものをテンプレで作ったので、ブログの方でダウンロードできるようにしてあるので、そっちを使ってもらえればいいかなと思います。はい、こんな感じですね。ライブクリップローンチングとMIDIマッピング、どちらでも OK です。自分がやりたいパフォーマンス、自分がどうライブを操りたいかによって使い分けできたらいいかなと思います。はい、こういうことができるだけでも、僕のようなベーシス弾きとかギター弾きとかがエイブルトンライブで、OK を演奏させて、かつフレキシブルにと言いますかね、仕込みを完全にしないでいい状態、もっと言い方を変えると、その場その場で演奏を変えていくことができるなんていうのも全くもって不可能ではないので、うまいアイデアをひねり出してエイブルトンライブを操ってもらえたらいいかなと思います。じゃあ今日の話ここまでです。フットスイッチ編で12ステップでライブを操るという話でした。良い音楽ライフを。